皆様こんばんは、マニアミッツさんです。今回はある子を救いたいがために動画にしました。主にダートラリー2っていうプレステ4のレースゲームソフト配信しているチャンネルさんです。その名はなんとベラコキャリーちゃんだ。で、実は今回操作を誤って紛らわしいことにつぶやかを消してしまったそうなんですよ。まあ、つぶやかとは YouTube アカウントのことなんですけど、まあ、それはみんな知ってるか。ブラウザーの Google アカを完全ログアウトするには削除の指定が必要ですが、アカそのものは消えずに再ログインが可能なんですよ。これを同じと思って指定したら、 YouTube の場合はなんと完全削除となってしまったそうです。いや、僕は全然知らな、いや僕じゃない、私知らなかったんですけど、例えば複数アカを使用してる場合なんやけど、ブラウザから特定のアカウントの紐付けのみを削除した場合はログアウトのみでは不可能らしいんですよ。アカウントを削除だそうです。意味不明な表現なんですけど、これが真のログアウトらしいです。アカウントは消えませんので。ということで、人数と再生時間も一からやり直しっていうことなんですよ。ということで、以前に登録、また初めてという方もぜひお助けを。俺は、いや私はベラコキャリーを救いたいということで急遽動画にさせていただきました。皆様お願いします。お願い私のことを見つめてもっとお願いいたします。本当によろしくお願いいたします。ではね。